こんにちは。1月28日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。毎日どれくらい勉強していますでしょうか。実力っていうのは勉強量かける勉強の質、これで測ることができるんですね。なのでどれだけ効率的な勉強ができていても勉強量が少なければ合格できないっていうことです。まあ、こちら見ていただいたら分かる通り、勉強量、これがちっちゃかったら、この勉強の質がどれだけ高かったとしても合格できないですよね。実力は高くないわけです。例えばこっちが100でしたと、勉強量1でした。 1×100 は100ですよね。一方で勉強量50で勉強の質50だったとしたら、 50×50 でこれ2500ですよね。だから全然違うんですよ。掛け算っていうのはすごくこれポイントなんですね。重要なのは掛け算である点なんです。つまり勉強量と勉強の質っていうのは同時に大きくしないと実力は上がらないよってことなんです。逆も一緒ですよ。どれだけ勉強量を増やしたとしても勉強の質が悪い、まあこれ多くの方がそうなんですけども、それだと実力は上がりません。つまりどちらか一方だけでは実力は上がらないっていう話なんですよ。でもし今から効率的な勉強を始めることができたと仮定するのであれば、まあおそらく最低でも1時間半ぐらいの勉強は必要です。これぐらいやんないといけないです。これまで何年も勉強してきたから30分ぐらいで大丈夫だって思ってる人いるんですよ。例えば去年一昨年と落ちてきたと、合格点マイナス1点で落ちてきた、そうするとあとちょっと頑張ったら合格できるだろうって、これまた錯覚しちゃうんですね。これ勘違いなんですけども、でそうするとあと30分ぐらい、1日ね30分コツコツやっていけば合格できるって思うかもしれないけども、それは全然違うんですね。それなぜかっていうと、一回でも落ちたということは、勉強の質がもう低かったっていうのがもう証明されているわけですよ。2年間も勉強してきたわけだから、勉強量は多いですよね。でも、合格できなかったってことは、勉強の質が低かったっていうことが原因なわけですよ。だから、勉強の質が低い状況でやっぱりどれだけ勉強したとしても合格できないし、また勉強の質が低い状況で勉強してきた過去っていうのは、正直それほど実力ついてないんですね。だからこれから効率的な勉強をしたとしても、やはり1時間半ぐらいの勉強は必要です。また勉強の質が低い状況で毎日2時間、3時間、4時間勉強したとしても合格できないです。これは勉強の質が低いってことは効率的な勉強ができていないってことですよ。なので勉強、どれだけ勉強したとしても実力は上がってこないっていう話です。だから勉強の質が低いって思う方は、まあ、勉強量もできるだけ増やしながら勉強の質を上げる、こっちをやんないと合格はできないって話なんです。で、個別指導では勉強時間っていうのも勉強の質っていうのもどっちも上げていきます。具体的に勉強時間を上げる方法っていうのは、弊社が計画管理させていただいて、どうやったら勉強時間を増やせるかっていうのを、まあ、個別で、アドバイスさせていただいているんですね。また勉強できていますかっていう確認も私が1週間に1回、メールさせていただいております。なので勉強できていない方は、ああ勉強できていないなってやっぱ自分自身わかるし、あやんないといけないなって思っていただけるんですよ。で、独学の方とか、まあ、予備校通っている方、通信講座の方っていうのは、まあ、先生とあまり話す機会って少ないんですよね。予備校とかでもやはりね、あまり話す、直接話すって機会って、まあ、少ないですし、勉強できていますかっていう確認まではしてくれないんですよね。なので自分自身で戒めてやっていかないといけないので、なかなか続けるのが難しいんですよ。なんで弊社の個別指導の受講さんっていうのは、自分自身で勉強を続けることが難しい方っていう方がやっぱ多いです。まあそういった方でも合格していただいているので、忙しいけれども今年合格したいっていう方は個別指導がぴったりだと思います。で、個別指導の値上げまであと3日になりました。なんで今年もう絶対合格したいってもう決めているっていうのであれば、今から一緒に勉強して本当の意味で時速上げていけませんか。あなたと勉強できることを楽しみにしています。個別指導については、この動画の下の概要欄にURL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また個別指導についてはこの動画の最後に概要についても動画でお伝えさせていただきますので、そちらもぜひご確認ください。では問1です。異なる慣習がある場合を除き、境界線から1メートル未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は目隠しをつけなければならない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ丸ですね。境界線から1メートル未満の範囲の距離で他人の宅地を見通すことができる窓を設置する場合、目隠しが必要です。よって本問は正しいってことですね。まあ、目隠しってどんなものかっていうと、例えば曇りガラスみたいなイメージです。で、対比してちょっと覚えていただきたいのが、
建物を建てる場合は境界線から50センチ以上離さないといけないっていうルールありましたよね。まあこれ法令上の制限ですね。まあ建築基準法の部分なんですけども、この内容と引っ掛ける問題なので、ここの2つはちゃんと対比し頭に入れておきましょう。で、問い2です。宅建業者 A は自ら売り主として3000万円の土地付き建物、まあこれ未完成です、これを宅建業者でない B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、それとは別に違約金として500万円と特約した場合、当該特約は無効となる丸か×かという問題ですね。答えは×です。これ特約が丸々無効になるんではなくて、一部有効なんですね。で、その一部っていうのが600万円分なんですけども、まあ、その点についてちょっと解説していきます。この問題は、発種規制の一つである損害賠償額の予定等の制限の話なんですね。で、ポイントは、損害賠償額の予定と違約金。これっていうのは代金の2割を超えてはいけません。今回、代金っていうのは3000万円ですね。3000万円の2割っていうのは600万です。で、2割を超えた場合っていうのは2割になるんですね。2割を超える部分が無効です。2割を超えていない部分は有効なんですね。つまり、600万円は有効で、600万円を超える部分のみ無効です。で、今回問題文では1000万円ですよね。500万プラス500万で1000万円です。1000万円で特約しているので、400万円部分は無効ってことです。つまり、本種特約っていうのは、まあ、無効になるんじゃなくて、損害賠償額の予定プラス違約金イコール、600万円になりますよ。つまり、全部が無効になるんじゃなくて、一部有効です。ということですね。なので答えは×です。では問い3です。都市施設は適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、都市計画区域外には定めることができない。丸か×かと。これ×ですね。都市施設は都市計画区域外でも定めることができます。で、都市施設っていうのは道路とか下水道とか公園とかなんですね。で、都市計画区域外っていうのは、まあ、イメージとしては、ちょっともう町から離れた、まあ、山っていうイメージかな。まあ、山奥までは行かないけども、山があるようなところです。あんまり人が住んでいないようなところですね。で、そういったところでも道路ってありますよね。ってことは都市施設あるって話なんですよ。ってことは、この問題文が誤りってわかりますよね。都市施設は都市計画区域外に定めることができないってなってくると、これ都市計画区域外には道路を作れないってことになっちゃいますよね。まあ、それは誤りってことわかりますよね。まあ、このようにイメージしながら勉強していったら都市計画法もそれほど難しくありませんので、イメージしながら勉強していきましょう。で、個別指導の内容についてはこちらの真ん中の動画ぜひご確認ください。あと3日で、個別指導値上げになりますので、今年絶対合格したいって方は一緒に勉強して今年の合格を勝ち取りましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。